じゃあこんにちは。はい、さゆたかさん、まあ、改めてねアメリカのキャンプに行かれて、はい、やっぱね、うん、生で見るっていうのは大切だな、うん、その映像でもいいんだけども、はい、やっぱ隅々まで見れないと、うん、本当の意味がわからない。確かに何が行われてるのかっていうのは言ってないと分からない。まあ、例えば日本人だったら日本人ばっかり多いじゃない、はい、いやそうじゃなくて、うん、じゃあ日本人がやってないこっちでは何を行われてるかっていうのは放送ないでしょ、はい、こっちを見たらこっちを見たでやっぱり勉強になるんだよ。じゃあまず圧倒的にその日本のキャンプとアメリカのキャンプで、はい、一番この違い感じたことっていうのをまず挙げるとすると何が違いました？チームプレーっていうのをさ、うん、日本というのはすごく大事にし、はい、しつこくやるんだけども。そうですよね、まあ、それもやらされてる感があるんだよね。例えば党内連携とかにしてもそうですよね、はいはい、でもそれはじゃあ大事か大事じゃないかって言ったらすごく大事な部分なんだよ、うん、ただメジャーってさ、メジャーからルーキーリーグまであって、うん、それがどんなやつとやったとしても、うん、すぐできないとメジャーのレベルじゃないっていうことだよな、向こうは。もうそのレベルに達してメジャーに来てくださいってことですよね。そうそう。ということは何が大切かっていうと、うん、キャッチボールなんだよ。向こうの選手ってキャッチボール？いやね、もうね、練習でこうやって見てノックずっと見てたけど、うん、まず取ったら、うん、冒頭ない。そうなんですか？ないない。ほんだね、キャッチボールで悩んでるやつなんか一人もいないよ。あ、そうなんだ。いやだから党内連携なんて、うん、ボール回しみたいなもんだからパンパーンとやって成立するよね、うん、はい。もうそれがしっかりできる人じゃないと、うん、とてもじゃないけどメジャーに入れないということ。もうそれができて当たり前っていうところでキャンプに臨んでるわけですもんね。もうそっからスタートだから。ノックとかってどうなってんですか？いやノックはノックで。あるんですか？いやそれもちろんある。あるんだ野球だぞ。いやあるんだけどやっぱり、ね、自分が苦手なところを打ってくれとか、はい、それをしつこく練習したりとか。あ、でピッチング待ってるキャッチャーも、うん、キャッチャーたちがいるんだけど、ね、はい、そしたら必ず至近距離でこういうハンドリングの練習をさ、うんうん、常にしてる。常にしてる。あ、そうなんですね。でピッチャーが来たら、はい来いよみたいな感じ。でまたピッチャーが変わる、その合間にこうやってハンドリングの練習してる。そうなん、時間無駄にせずに効率よくやることやってるんですね。だからその自分でやりたい練習っていうのがあるんだろうし、うん、だからそれをコーチを使ってうまく練習をしてるという、ね、日本だとコーチ陣主体として選手がやるじゃないですか。さあやるぞみたいな。そうさあやるぞ、あみんな防具つけろみたいな、うん、ストッピングの練習だってガーン打たれてこんなやってるじゃん、うん、そういう人もいるよ、うん、やっぱストッピングの練習したいんでノック打ってくれる、うん、でも常にこういう練習をしてる。だしメジャーはやっぱり自分が不得意とするところをこうやりたいからコーチにこうしてくださいやってくださいっていうのを主体性を持ってよりやってるっていう。そう、自分がやりたい、自分がやらなきゃいけないっていうことをしっかり分かってるし、やらされてる練習っていうのはまずない。ないんですね。まずない。あと例えばあの走り込みとかダッシュとかそういうのって。いや確かに走り込みをする時期もある、うん、でもそれを外れると例えばボールが行ってないから走り込みをしなさいみたいな、うん、それは何が原因なのか、うん、なぜボールが走らなくなったのかっていうのを、うん、もうねチームで考える。まあ、例えばランクがあるでしょ。監督が一番上でしょ、はい、ヘッドコーチが次、うん、コーチがいて、トレーナーがいて、うん、全部レベル一緒だ。あ、そうなんだ。全然違う。だってこの選手を良くするためにはどう考えなきゃいけないか、どうすればいいかっていうことを同じレベルで考えるから話が成立する。監督の一言でいやお前走っときゃいいんだよみたいな、うん、言ったらもう日本だと走らなきゃいけない、うんうん、そうですよね。いやそうじゃない、トレーナーが、うん、違う、筋肉が硬くなってるからとにかくほぐした方がいい、うん、ね、それはどういう凝りなんだと、うん、何が原因だったんだと、うん、こういうことシーズン中起こったら困るから、うん、じゃあどうすればいいんだと、うん、何食べたと、うん、いやそういうことなんだ。それがもうキャンプでやってるってことなんですね。そうそうそう、もう全然違う。全く違う。あと例えばバッティングの練習などするときにコーチとか監督っていうのはじっと見てるんですか？見てる。監督もやっぱ見てる。何か例えばそこでアドバイスとかっていうのは言わない。あのね数値を見てる。数値、うん、はい、なんだ。これはちょっとだいぶ疲れてるなって、うん、だからスピードが遅れてるとか、あベストの時よりもだいぶスイングのヘッドスピードが違うなって言ったら、
じゃあまず何が原因なんだっていうところから、日本だったらなんて、お前昨日飲みすぎたんじゃねえのかなんかありますよね、ちょっと茶化しながら、うん、お前いや昨日何時に寝たとか、そうそう遊びすぎなのとかそういうレベルじゃない。へー、何が原因なんだ、じゃあ握力が弱ってんじゃないかと、うん、じゃあ握力をちょっと戻すにはどういうトレーニングをしたらいいか、うん、全部出してくる。だからそういう専門家が常にいて、で監督コーチが同等レベルで話し合ってその選手を伸ばしていくとか見ていくっていう、だから喋ればいいっていうもんじゃないんだよコーチって。で今もう全部がこう数値化されてるから、うん、数字を伴って何が原因なのかっていうのをみんなで話し合う、うん、選手も含めて、うん、で選手が納得したらやりだす、うん、選手がいやそうじゃないと、こうこうこうじゃない、そしたらまたここで考えてくれるらしい。システムが違いますね。全然違う。だから俺はまあ恥ずかしくなる。いや本当だよ。その日本でやってたキャンプとまた違うから。全然違うし、あとはやっぱこう野球ってもう本当どん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 いたちごっこで進化していく。一、うん、球投げるにしてもそのコースじゃなかったでしょ。うん、もっとこっちでしょみたいな、うんうん。こっちでしょみたいな。なぜかっていうのが全部出るから。データでそうか。じゃあそのブルペンで、うん、例えば前田健太投手のブルペン見たりとかしてて、その時ってコーチの動きとか全く何も言わない。あ、言わない。いや数字を見てるコーチは、うん、あ数字を見てて、もうちょっとこうした方がいいかなって、終わってから、うんうんうん、フォームがどうのこうのとか、そんなことない。いやだからね、基本とかあるけども基本も変わってきてるんだよね、いろいろ、うん、もう恥ずかしくなってきて、だから俺もうちょっと勉強し直して、はい、まあ、とりあえずは俺今年中にドライブラインに行きたいなって。あ、今ね選手たち行ったりしてですね、まあ、やっぱね、コーチとして成立していくのは、うん、やっぱ勉強しなきゃ成立しない。例えば今メジャーのその見てきて豊さんが、まあ、DeNA のコーチされてたと思うんですけど、もう一回コーチであの時戻れるとしたら全く違う、そのちょっと待ってくれ、時間くれっていうの、うんうん、ちょっと勉強してくる、はい、このままでは古い感覚しか与えられないし、うんうん、はい、やっぱ今の感覚っていうのは、うん、それは自分がやってないからわからないけども、うん、どういうふうに数字を理解し、うん、どういうふうにやったらいいかっていうのをやっぱ勉強し直すな、うん、だから安易にコーチなんか受けれないよ、怖くて。あ、そうなんですか。だから最近俺思うに、この話をする前に、まあ、教えてくれとかいろいろあるんだけども、うん、逆に怖い時あるもんね、これが正しいのかっていうのが、うん、うん、だからやっぱこうこれだっていう答えはないかもわからないけども、うん、勉強してるというさ、うん、いうことはしていかなきゃいけないと思う、うん、でこれは解説の上でも俺は絶対していくべきだと思う。あ、そうなんですね、うん、これはダルビッシュの動画でしっかりわかる。あ、このことについての答え、いやそれはね、俺も話してくれるかなと思って突っ込んだんだけど、うん、もう丁寧に教えてくれて、だから日本のコーチがもうちょっと勉強した方がいいんじゃないかっていう記事があったけども、あのシーンをしっかり聞いていた、うん、もう納得だよ。そうなんです。だからこうやって俺も自信を持って勉強し直さなきゃいけない、ね、あの基本っていうものも変わってきてるし、やればいいっていうもんでもないし、うん、でもやらなきゃいけないこともあるし、だから本当にね、俺はあのドライブラインにね今年行きたいなと思ってんの、勉強しに。話を聞くだけでも全然違うと思ってて、うんうんうん、で、良ければサンディエゴによって食事をして帰ってこうかな。アダルビッシュもね、会いたくてしょうがないよ、もうすごい会いたい。いや、これはね、俺の年でそう感じるっていうことは、うん、もちろん WBC とかで一緒になった投手陣とか、うん、まあ、何かのつながりがある投手の人、野球選手であれば、やっぱりね、みんなね、なんかでこう話を聞きたいはずだよ。そうでしょ、魅力あるもん。そうね、やっぱ勉強させられるから、うん、だから本当に俺もう一度野球って何なんだろう、うん、今の現代の、ね、それは昔の野球も昔の野球で良かったと思うんだけど、でも進化してたらその進化についていかなきゃいけない。そうですね、うん、その上で喋らなきゃいけない、うん、で食べ物をどうしたら体の動きが良くなったとか、うん、この食べ物を食べたらちょっと体が重いとか、うん、そういうことまで分かりながら
やっぱ解説するのとしないのとではやっぱ内容が違ってくると思うんだよね。重みもそうですし、やっぱり解説の方もやっぱりアップデートしていかないといかないとダメだと。ダメなんですね。いやだから俺はやっぱこうちょっと勉強し直そうかなっていうふうに、ね、思ってる。だってドライブライン、ね、こう下からフライ革命みたいな、そういう時代からもう変わってきてるから、ね、早い。もうなんですね。だから配球もまた毎年違うしさ、そしたらそれ打たれたら翌年はまた違う配球を考えなきゃいけないっていうさ、だからね、こう賞味期限が切れないうちにちょっと勉強し直して、野球というものをこうもっと追求していこうかなっていうふうに思うな。まあ、メジャーの本当にキャンプ見てるとそう思う。まあ、もちろんね、日本のキャンプいいところも たくさんありますし、いやそれはあるよ、もちろん、うん、ただやっぱりその遅れてるなというか、もっといいものを取り入れていった方がいいなっていうのも感じたことはやっぱり確か、やっぱねコーチとかがね怖いんだと思う、喋らないと。ああ、仕事をしてないない感覚になるんだと思う。そうか、うん、そうじゃなくて自分でしっかりした勉強してると、うん、ワンポイントで直せるはずなんだよ。うん、だから何でもかんでも言ってることが仕事っていう風じゃなくて、うん、やっぱこう見てるのが仕事というかさ、はい、で苦しんだ時にアドバイスができるように準備してるのが、うん、やっぱ本当のコーチだと思うんだよ、うんうん、だからそのぐらいやっぱこう勉強してなきゃいけないし、うん、自分の野球からレベルアップしておかないとダメだということだ。だから選手の方も今非常にそのメカニック的システマナイズになってきていて、だからコーチの方もそれに伴って体の作りとかサプリメントとかその連動性とかそういうのもやっぱアップデートしていかないと、間違ったことを教えてしまったら間違った方向に行ってしまいますもんね、選手が。だからもうなんで指が動くのかっていうぐらいの、うん、こからもう本当に体の仕組みとか勉強しないと、これはもう恥ずかしいことになるなと。プラスそのやっぱキャンプのその送り方というか、まあね、今ちょうど日本もねキャンプからもうそろそろオープン戦入ってきますけど、そういうところももっと変わっていってもいいのかなっていう。だから一つの部位が痛い、うん、でなんでここに痛みが出たのかとかさ、うん、そこまでやっぱり選手も分かるようにならないとね。うん、そうか、大変だよお前。でも向こうのメジャーの選手ってキャンプで泥だらけになってる選手とかっているんですか？一人もいない。いやだから日本のキャンプ見てると解説の方がとかね、帯の方があの選手もう今日は泥だらけでね、すごいキャンプ頑張ってて発生してますねってコメントすると まずいない。もうなんかその違いですよね。泥だらけだといいみたいな、なんか感覚。まあね、まあ、ファンに見せるとかね、はいはい、飛び込んでる姿も、そうなんかね全く違う。まあ違うんだなやっぱり。まあ日本はね、日本のいいところも絶対あるはずなんだよね、はい。まあ、だけどやっぱメジャーを改めて見ると、うん、大人だなっていう、洗練されててレベルが高いっていうのは分かる。そうなんですね、はい。まあ、そういったこともね、ダルビッシュ投手の動画でもちょこっと話されているようなので、彼はね惜しみなく話してくれるな。いやそれも楽しみですね、見るのが。だからね、本当に日本の野球、うんうん、まあ、メジャーの野球も含めてなんだけど、本当に愛してるね、彼は、うん。いろんな指導者の方にも見ていただきたい動画ですよね。いやそうだな、納得すると思うよ。うん、そっか、はい。